こんにちは、速稼塾の久保です。いや、今回ね、すごいことになりました。すごいっていうのはね、もう悲惨なことですよ。前回、菅総理に直接談判した生活困窮者の方いらっしゃいますよね。一人親世帯の方とか、大企業に勤めていながら、その企業の手続きが不十分で、雇用調整助成金をいただけてない。要するに、仕事を切られたのに、全くね、保証を得られてない。本当に生きるか死ぬか、今日は明日みたいな方が、もうやむにやまれずにですね、立憲民主党のご案内でですね、菅総理に直談判して、そして菅総理も15分の予定のところ35分もしっかりと話を聞いてくださって、そして結論的にはですね、前向きに検討する、救っていくという、私が聞いたんだから絶対やるよということでね、本当に力強いメッセージをいただいたんですけども、そこに田村厚生労働大臣も同席したと聞いてますよね。ただね、このね、厚生労働省もう何の対応もしてないんですよ。すぐに動かないとダメでしょ。で、今日山野井さんがね、立憲民主党の山井さんが質問したら、また今までと同じ答弁なんで、本当に激高しましたね。この動画、私の動画の後にくっつけておきますんで、ご覧いただきたいんですけども、ここまでね、ひどい人たちなのかなと思うと、田村厚生労働大臣以下、こんなのね、明確な指示が来なくても、こんなことがあったわけですから、早々に指示が来るな、じゃあもう改めて、あらかじめやっとこうかなっていうふうになるのが当たり前だと思ったんですけども、ケツを叩かれても動かないし、総理の直談判も全く効果がないと。どうなってるんですかね。今後、何らかの進展があるとさすがに思いますけども、もう自民党に投票しちゃダメですよ。もうどうなってもいいから、自民党に1票でも入れたら非国民ですよ、これは。私はね、そう思いますけどもね、こんなひどい人たちがいていいんでしょうか。本当にもう愕然としましたね。それは10万円なんて払われるわけないですよ、これは。もうね、もう言葉がないですね。もうとりあえず、山野井さんの質問の動画がありますんで、ちょっと見てください。じゃあ、また会いましょう。失礼します。次に山野井和則君。山野井君。委員長、25分間質問をさせていただきます。付帯決議に関係することも含めてですね、一番深刻な事案から順番に質問させていただきたいと思います。この付帯決議案の14のところにですね、国民及び協力事業者以外も含めた事業者に対し、生活及び事業継続等が可能となる万全の財政金融政策を講ずることというのが入っております。今回、近日中に緊急事態宣言の延長がなされると聞いておりますが、その直撃を受けるのはお子さん方でもあります。私もこの間ずっと、一人親家庭のお母さんとか、低所得家庭の二人親家庭の方々の相談に乗っておりますが、長引くコロナ不況で仕事が減りなくなり、そして子どもの進学が難しくなる、あるいは進級が難しくなる、そういう悲痛な叫びを聞いております。このことについて、1月29日に、我が党の河内宏議員も同行のもと、菅総理が一人親家庭のお母さん方と面会をされました。その中で、ここに要望書もございますけれど、その一人親家庭の方々は、菅総理に対して、また田村厚労大臣も同席をされておられました。35分間の面会の中で、新入学や進級に備えて、低所得の子育て家庭に、給付金を支給してくださいという要望を、されました。そのことについての報道が私の配布資料に出ておりますが、配布資料を見ていただきますと分かりますように、配布資料の5ページ、毎日新聞の報道にありますが、ひとり親支援金、首相前向き姿勢と、私たちも11ページにありますように、コロナ・子ども貧困給付金法案という11ページの法案を提出しておりまして、1月と3月、昨年12月に給付されたような、給付金を一人親家庭、そして今回は低所得の二人親家庭にも給付すべきだという法案も出しております。そこでお伺いしますが、菅総理が田村大臣同席のもと、この報道によりますと、この報道によりますとですね、対応したい、この私が話を聞いたんだからというふうに答えられたということであります。このコロナの緊急事態宣言が延びることによって、子どもたちがこの4月、進学、進級の時に泣かなくていいようにする、これはもう与野党を超えた国会の責務だと思います。ついては、このような3月に給付金を一人親家庭や二人親家庭の低所得の方々に出す、このことについて、菅総理が対応したいと答弁されたということですけれど、しっかり実現をしていただけますでしょうか。
厚生労働省児童虐待防止等総合対策室、岸本室長。お答えいたします。総理が先週金曜日に母子家庭の方々と面会され、新入学や進級に備えて低所得の子育て家庭に給付金を支給してほしいとの要望を受けられたことは承知をしてございます。一人親家庁につきましては、昨年11月に GDPT に依頼した緊急調査におきまして、その生活実態が依然として厳しいということが改めて明らかになったことから、予備費の使用を決定し、臨時特別給付金の再支給を実施したところでございます。現時点で全ての自治体で給付金を届けすることができたところでございます。今後の一人親家庭への支援でございますが、まずはこれまで2回実施した臨時特別給付金による支援を活用いただくことが重要と考えております。支給要件に該当するにもかかわらず申請されていない方に対する申請監視を行うとともに、資格取得のための訓練受講期間について、最大4年間生活費を支援する高等職業訓練促進給付金の支給をはじめとした就労支援などに取り組んでまいりたいと考えております。また一人親家庭を含む低所得の子育て世代に対しましては、一時的な資金が必要な方に対する緊急告知資金等の特例貸付制度、休業などに伴う収入減により住居を失う恐れが生じている方への住居確保給付金の支給などのほか、関係各所とも連携し、就学支援に関する制度を含め、さまざまな支援制度の活用を自治体窓口を通じて働きかけ、個々のニーズに合った支援策に努めてまいりたいと考えております。委員長。山田君。ちょっと待ってください。今までの答弁と全く変わってませんよ。今までそういうゼロ回答だったから、一人親家庭の方々が、田村大臣同席の元菅総理に直談判されたんじゃないんですか。ということは、総理がこれ対応したいとおっしゃったけれど、今までの答弁と基本的にスタンスは変わらないということですか。どういうことですか。菅総理は対応したいとおっしゃったと聞いております。それでも厚生労働省のこの一人親家庭や低所得の二人親家庭に対する給付金のスタンスは変わらないということですか。明確にお答えください。厚生労働省、岸本室長。報道の内容につきましては、詳細では承知をしておりませんが、私どもとしては、これまでの臨時特別給付金でまだ、活用されていない部分もあるだろう、あるいは高等職業訓練促進給付、月10万円の支給が受けられる給付、こういったものの活用余地もあるだろうということで、それをぜひ支給につなげてまいりたいと考えております。1月29日、田村大臣も同席されてますが、この面会を受けて、総理や田村大臣から前向きに検討するようにとかいう、そういう指示は来てるんですか、来てないんですか、お答えください。承知してないってどういうことですか。厚労省、岸本室長。承知してないってどういうことですか。金曜日の面会を受けまして、私ども政府としましては、今ご答弁申し上げたような、臨時特別給付金のさらなる活用、また、高等職業訓練促進給付などさまざまな就労支援のこの活用促進に努めてまいりたいと考えております。山内君。いや、ちょっと本当に信じられないです。総理大臣にこれ直談判しても全く今までのゼロ回答が変わらないということはこれありえないと思いますよ。まあ、これは今後もまた私はこのことを他の議員とともにお願いしていきたいと思いますが、ちょっとびっくりしております。同様にその時には大企業の非正規雇用の方々で休業手当がもらえなくて困っておられる方々、当事者の方々も面会をされ、ここに要望書ありますが、菅総理と田村大臣に新型コロナ禍の休業短時間労働により休業手当もなく無収入、収入激減で困窮する大企業非正規労働者を休業支援金の対象にしてくださいということを要望をされました。それに対して菅総理は、こうやって話をいろいろ伺ってよかった、どうしたらいいか今後考えたいということをおっしゃったそうであります。このことについても当然金曜日、田村大臣、菅総理から、検討するようにという指示が出ておりますが、この要望があった大企業の非正規労働者に対しても休業支援金の対象を拡大するように、このことについては検討を実現していただけますでしょうか。厚生労働省、志村大臣官房審議官。これまで企業の雇用維持の取り組みに対して雇用調整助成金の特例措置を講じ、休業手当の支払いを支援することを基本として対応してきたところでございます。休業支援金は人員体制や資金繰りの面から雇用調整助成金を活用した休業手当の支払いもままならない中小企業の労働者を早期に支援するために創設したものでございまして、大企業を対象とすることは困難でございます。このため厚労省としては大企業の労働者の方々について雇用調整助成金の特例を活用いただけるよう企業に対し引き続き丁寧に働きかけを行っていきたいと考えております。なお今般の緊急事態宣言に伴い対象地域の知事の要請を受けて営業時間の短縮要請等に協力する飲食店等に対しましては、大企業の助成率を引き上げるなど制度を利用しやすい環境整備に努めているところでございます。山内君。
これ全然今までのゼロ回答の答弁と変わってないじゃないですか。これどういうことですか。結局菅総理や田村大臣に当事者が必死になって要望して、総理もどうしたらいいか今後考えたいと、そして私が話を聞いたんだからとまで総理大臣がおっしゃった。全くゼロ回答の内容変わってないじゃないですか。これ総理や田村大臣から当事者から要望を受けたから大企業の対象拡大を検討するようにという指示は降りてきてないんですか。降りてきてるんですか。どっちですか。厚労省志村大臣官房審議官。厚労省といたしましては、まあ、常々から雇用対策しっかり検討を考えている、まあ、中での 給料支援金のこの問題も含めてですね、雇用対策に検討しているところでございます。いずれにしても厚労省といたしましては、この雇調金の特例を活用いただけるよう企業に対して丁寧に、働きかけを行っていくとしておりまして、またどうぞ続けてください。はい、また一般的な制度といた一般的な制度といたしましては、シフト制の減少等により仕事がちょっとお待ちください。答弁中ですから最後までお聞きください。はい、シフトの減少等により仕事が減少喪失した方々に対しては、個々の状況に応じて雇用保険の失業等給付や求職者支援制度等を活用しながら他分野への就職を支援する道筋も考えられることから、引き続き再就職支援を強化する方策等も検討してまいりたいと思います。山井君答えてない。どうぞ質問を。総理大臣から大企業への企業支援金の対象拡大について指示は金曜日以降あったんですか、なかったんですか。厚労省、厚労省志村大臣官房審議官、簡潔にまとめた答弁をお願いいたします。常に包括的に雇用対策は検討しているところでございます。いや、答えてない。指示があったかどうかお答えください。ちょっとお待ちください。はい、山井議員、もう一度ご質問をお願いいたします。指示があったかどうかお答えください。審議官どうぞ。個別多分議員がご認識されている意味での個別の指示はないというふうに認識しております。いや、それはありえないでしょう。そういうことにならないために菅総理は田村大臣を35分間同席させたんじゃないんですか。いや、私今回予算委員会での河内議員や大西議員の要望の中で、一人は家庭のお母さん方、そして大企業で休業手当がなくて本当困窮しておられる方々に菅総理がお忙しい中35分も時間を取ってくださったことは本当に私も感謝しています。その後当事者の方々に私お目にかかりましたけれど、一人親家庭の方々も休業手当を払ってもらってない大企業の非正規雇用の方々も、菅総理が丁寧に話を聞いてくださったと、15分の予定を35分も話聞いてくださったと、もう大変感激しておられました。私はそういう意味では本当に菅総理にもお礼を申し上げたいと思います。にもかかわらず総理がまあ検討するという趣旨のことを言ったにもかかわらず、指示は特に来ておりませんと、それはありえない話だと思います。なぜこんなことを言うのかというと、自殺、今回の付帯決議にも自殺増加に関して効果的な対策を講じる、この自殺は昨年の男性の自殺は135人減ってます。女性が885人増えてるんです。男性の自殺は減って女性の自殺が885人増えてる。その理由は今日の配布資料にもありますように、野村総研の調査によりますと、今日の配布資料4ページ、つまり経済的困窮、野村総研の調査によりますと、4ページ左、パートアルバイトの女性で5割以上のシフトが減って、休業手当の支給なしの人を実質的失業者と定義したら、なんと、去年の緊急事態宣言以降、90万人の女性が飲食、観光を中心に、大幅にシフト減や仕事がなくなっているのに、休業手当も一銭ももらってないわけです。これは残念ながら、自殺者の増加に強く関係していると言わざるを得ないんです。おまけにもう一つ申し上げますが、今、審議官はなんとか雇用調整助成金、休業手当をやっていくということを答弁されましたけど、8ページの左上にありましたように、私たちが去年の9月から要望しておりますが、大企業の雇用調整助成金を申請せず、まあ、シフト制のアルバイトの人に休業手当を出さないところ、25社、8ページの左上、厚生労働省は休業手当を出すように要請文を出しましたが、25社中、休業手当を出した会社は、大企業は1社もありません。ということは、この今までのやり方をやっていっても、困窮する非正規の方々は救えないんです。西村大臣にお伺いしたいんですが、今回、緊急事態宣言が延長されます。ますます深刻で、今回の緊急事態宣言の延長で直撃するのは、飲食であって観光ですよね。そこを支えてくださっているのは、非正規のシフト制のアルバイトの方々で、多くが女性なんです。その方々が、野村総研の調査のように90万人も、
就業手当ゼロ、生活が困窮している、今回の延長でこれ100万人以上に増えるでしょうし、男性も含めたら百数十万人がコロナによって仕事がなくなったのに休業手当もない。これ西村大臣、事業者への支援ももちろん重要です。この後質問しますが、同時にそこでシフトが減ったり休業を余儀なくされる非正規労働の方々にも休業補償必要だと思われませんか。西村大臣いかがですか。西村大臣。今回のコロナのこの影響によってですね、多くの人が厳しい状況になり、特に今ご指摘あったようにパートアルバイトの方、厳しい状況にあると。これは私どもそうした状況をしっかりと認識して、支援を行っていかなきゃいけないというふうに考えているところであります。その上でまず休業支援金、今総理と田村大臣が実際の当事者の方に会われたということ、私も報道で聞いております。直接総理田村大臣とこの件について私自身話したわけではありませんけれども、当然ですね、こうしたご指摘のように総理田村大臣会われて切実な声を聞かれたわけでありますから、こうした声を踏まえつつですね、今後厚生労働省においてですね、その対応について検討をされるものというふうに私自身はその認識をしております。その上で大企業についてはですね、今回私ども10分の10にしたわけですから、これぜひ、雇用調整助成金で、これを活用していただいて、1人当たりパートアルバイトの方月額最大33万円まで国が 100% 支援をするわけですので、ぜひ休業手当を払っていただきたいというふうに思いますし、またこれコロナが収束した後ですね、もうぜひできるだけ早く収束させたい、思ってますけれども、その後日本全体で考えればやはり人手不足の状況がまたやってくることも考えられるわけでありますが、休業手当も払わないような企業にはですね、その人は集まらないということだと思いますので、ぜひ、大企業の皆さん方におかれても 100% 国が助成、休業手当を支援しますので、ぜひともこれを活用して休業手当払っていただきたいというふうに思います。その上でもう一つ先ほどありましたけれども、雇用保険に入っていない方でも求職活動される場合ですね、月10万円の給付金を受けながら職業訓練を受けることができる、ご案内のとおり求職者支援制度もありますので、こういったことも含めて、そしてまた中小企業の方は休業支援金が使えるということも含めて、私の立場でもしっかりと発信をし、多くの人に、していただけるように努力を重ねていきたいというふうに考えております。山井君、今西村大臣の方から総理と田村大臣が当事者に会ったわけですから、適切に厚生労働省がしっかり対応するだろうという答弁をいただきました。当然のことだと思います。それで次にこの事業者への支援の質問に移りたいんですが、私も毎週末地元の商店街の声を聞いておりますけれど、延長が決まるということでもうこのままでは店が持たない、首をくくらねばならない、本当に切実な声をお聞きします。具体的に言いますと、今日も私の地元の商店街の方々が市役所に昼のお店の財政支援を要望に行かれております。これ西村大臣、晩の会食だけじゃなくて昼のランチも自粛という良くないということをおっしゃいましたよね。ということは喫茶店とか昼だけのランチのお店、こういうところもお客さん激減しているわけですから、晩のお店でなくても一時金を緊急事態宣言の地域でこの昼の喫茶店とかランチの飲食店にも5割収入減になったら出るという理解でよろしいですね。西村大臣お願いします。西村大臣。ご指摘のようにですね、緊急事態宣言の地域においては、不要不急の外出自粛もお願いしておりますので、これによって影響を受けるという飲食店の方々で、この昨年と比較をして1月2月の売上が 50% 以上減少する場合は、これは法人40万円、個人20万円の一時金の対象になるということであります。私は理解をしておりますし、経産省においては詳細を今詰めているところでありますけれども、対象となるということであります。委員長。山田君。はい、非常に重要な答弁で、喫茶店や、飲食店も5割減収になれば、一時金の対象になるということです。逆に言えばですね、理髪店、整体、パン屋さん、昼のカラオケ屋さん、薬局、お花屋さん、商店街にはさまざまなお店があるんですが、私も毎週末回りますが、商店街の人が激減してるんですから、飲食店以外の店も5割減の売り上げの店は大幅に増えてるんです。ということはこれ別に飲食店関係なく、どのような業種でも半分以下に売り上げが減少したら一時金が入るという、西村大臣、そういう理解でよろしいですか。西村大臣。繰り返しになりますが、不要不急の外出自粛、緊急事態宣言の地域、これをお願いしておりますので、それによって影響を受ける中小企業
がですね、先ほど申し上げましたような要件を満たした場合は、幅広く対象になるものと考えております。詳細、経済産業省で、現在、内容を詰めておりますので、近日、近いうちに公表があると思いますけれども、必要であれば経産省も来ておりますので、答弁していただければと思います。委員長、山野井君。いや、ちょっと気になるのがね、もう私も週末、地元帰るたびに、本当にもらえるの、本当にもらえるのと、もう聞かれるんです。逆に、確認しますよ。緊急事態宣言で大幅に売り上げが減って5割以上減った商店街のお店で、こういうケースは一時金の対象にならないというケースというのはあるんですか。どんなケースなのか、ちょっと西村大臣、もし事例があるなら言っていただけませんか。まず中小企業庁事業環境部長、飯田部長お願いいたします。お答えいたします。今、大臣がご答弁させていただいたように、基本的にその影響があるかどうかということで考えておりまして、商店街の方々で事業実態、これからいろいろ調べてまいらなければなりませんけれども、その商店街の方でその人手と関係なくですね、例えば特定の大企業の方とだけ取引があるとか、そういったような方でこの影響と関係がないような方がいらっしゃればですね、そういった方は対象にならないかと思いますけれども、人手の関係でその要するに人が来なくてですね、売上が 50% 減ったという方であれば対象になるということでございます。委員長、今のも重要な答弁だと思います。おっしゃる意味は分かります。例外的に人手と関係なく大幅に減った、これは、対象にならない可能性があるのは分かりますけど、西村大臣、確認ですけど、今までのような例外的なケースは置いといて、一般的には商店街に人が歩いてないと、それによって売り上げが5割以上減ったところは、のお店に関しては業種を問わず、一時金の対象になるという理解でよろしいですか。西村大臣。基本的に外出自粛の影響を受けているそうした中小企業者の場合、の方々の場合ですね、要件を満たせば幅広く対象になるものというふうに考えられます。詳細はいずれにしても経産省の方から公表されるものというふうに思います。委員長、山田君。今週にも緊急事態宣言延長されると聞いております。この20万と40万の上限や、あるいは昨日もお聞きしましたが、1年前はやってなかったと、半年前に開店したお店は対象にならないのかとか、やっぱり5割じゃないけど3割でも厳しいんだと、本当にこのままで潰れてしまうと、繰り返し言いますが、緊急事態宣言で政府の指示に従って国民が抑えたことによって感染は縮小しつつあるけれど、それによって小規模なお店は潰れかかってるんですね。そういう意味では延長する以上、1ヶ月の予定を2ヶ月、例えば延長する以上、この20万40万という 上限や、1年前か新規のお店も対象に、1年前にやってなかった店も対象に入れるとか、5割じゃなくて3割のところも対象に入れるとか、今回近いうちに緊急事態宣言を延長されるんであれば、この一時金の対象要件、こういうものも拡充をすると、そういうことをご検討いただけませんか。西村大臣、申し合わせの時間に来ております。はい、感染状況や経済の状況を見ながらですね、要品もありますし、必要とする支援策をですね、しっかりと行っていけるよう機動的に対応していきたいというふうに考えております。委員長、山田君。今回の延長によって事態はますます深刻化して、このままでは本当商店街はどんどんお店潰れかねません。ぜひとも十分な財政支援をお願いしたいと思います。終わります。ありがとうございます。